あ、鉢になんか模様が書いてあるんですね、うん。でもちょっとデーパージしながらさ、いいかなと思ったんだけど、どうも気に食わなくて、なんかはっきりしない色ですよね、うん。あー、でもすごい歴史がありますね。幹すごくもう太くなってますもんね。結構古いよね。でも矢島さん家の鉢はいいものだって評判ですからね。あ、そうかね。はい。ね、ねえ、さばきはされてるんですね、うん。昨日植え替えたの。え、昨日植え替えたの私、この鉢。植え替えて納得ができなかったってことですか。そうそうそう、うん、だからね、本当は小白は、はい、うん、植え替えて、1週間とか10日とかね、経っちゃうと、はい、二度植えはできないんだよ。まだ昨日だからね、まだいいかなと思って。じゃあ本当にあまり触りもせずに入れた方がいいですね。そう、これだよな。本当にこの樹形でね、入れるバランス、うん、迫力ありますね。のがね、うん、やっぱ小さい鉢にしたからなおさらそう、そう見えるでしょうね。小さい鉢にすると、うん、迫力出るのね、うん。これは木工。あ、木工。なんか横浜とかあっちの方。あ、そっちの方から来たんですか、うん。お父さんとバイクで来て。え？お父さんとバイクで来てね。二人乗りしてきたってことですか。うん、そう。じゃあこれからの担い手で、本当10代の方が、あ、結構そうやってどんどん増えてくれるとね、いいよね。そうですね。うん、じゃあ盆栽種の YouTube 見てるのかな。うん、どうかな、うん。じゃあお父さんより息子さんの方が興味が、うん、俺親父が迷ってんのかなと、そこで心拍をさ、うん、1時間ぐらい見てたかな。気持ち、これこれとこれどっちがいいでしょうねなんて子供が言うんだよ。未来ありますね。もう Z 世代、18歳から25歳のね、世代が盆栽の少ないですからね。こっちが広がってくれれば。これ枝をひねってひねって、うん、こう幹になったっていう流れなんですかね、うん。こう、うん、熊本の方から連絡が来て、うん、いつもYouTube 見させていただいていますみたいなの で、うん、で矢島さんのを、うん、こう習いに行きたいんだけど、うん、熊本と、うん、あとなんか父子家庭なんですって、うん、でそれでお子さんもいるから、うん、まあ、そうは簡単に動けないので、うん、動画で毎日こう
見て学ばせてもらってますって。うん、父子家庭って奥さん？じゃあ男の人なの、父子家庭。なんか男一人で、うん、あのお子さんを育てて、あ、そう、うん、でいずれ本当に本業で、うん、あの商品盆栽をやりたくて、うん、で矢島さん の取り木とか、うん、あと根継ぎとかを動画で見て、うん、あの学んでやっていますっていう、うん、でもう少しね子供に手がかからなくなれば、うん、でもそれでもこう YouTube 通してそういうことが学べる機会を与えられているので、うん、っていうふうなコメントがもらいましたね。うん、そこまでやってらっしゃる方だから、うん、結構本格的にその取り木とか、うん、ね継ぎとかまで言ってらっしゃるから、うんうん、動画を通して次の担い手っていうのが、うん、作られてきてますよね、だんだんとね、うん、だんだんね、うん、なんか北海道の山口さんもそうですし、うんうん、そう考えると本当に YouTube の影響力っていうのはかなりあるんだなって思いますね。あるよね、うん、熊本とか、まあ、北海道とか、うん、そういったところでね、あの商品盆栽を本当矢島流の、うん、ね、やってくださるっていう、うん、なんか全国世界でなんか広まっていってますよね、うん、周りも本格的にやる方も増えてきたので、うん、動画もちゃんと分かるように撮らなきゃなとは矢島さんを目指してるってことなんですね。うん、どうなんか分かんないけど、うん、この状態でやるとこっちの根は少なめになっちゃうんですかね。うん、息子が学校の説明会あるじゃないですか、保護者の、うん、でそこに今回、うん、プレゼンしたこととかあるじゃないですか、うん、でその動機とかそういうのを、うん、なんか多分10分ぐらいもらうんでしょうね、うん、でそういう方々に、うん、あのマイクを持ってお話をするらしくて、うん何言われるかわからないから、うん、いろいろどうしようかなとか言って、うん、もう学校の入学のする前の説明なので、うん、ありがたいですよね、うん、そういう場にも呼ばれるようになったんだなと思ってね、それは PTA とかそういう組織のあるね。いや PTA ではなくて、うん、学校のその、うん、入りたい人っているじゃないですか、うん、でそういう方の保護者が学校に来るんですよ、うん、でその時にこういう生徒がいますよっていうので、うん、まあ自己紹介されて、うん、で一応まあ彼がいろいろ考えたことをここで、うん、学校で学んだこととかを説明する時間を、うん、まあ、いただけたっていうより、うん、やってくださいっていう依頼ですね。だから学校に入りたくなる魅力的な、うん、いや学校、学校に一役買っちゃってるんだね。僕あの広告塔に広告塔になったんだね。嬉しいことに動画撮りに行こうかなと思ってるんですよ。
で学校の先生に言ったら、うん、あの10分説明会のその場の中の、うん、で本人は10分しか話を しないんですけど、うん、お母さん来ますかみたいな来ますよみたいな10分もだから結構、うん、話をね、うん、止まっちゃうとあれですからね、うん、あでもあの上手だから大丈夫だよ、うん、まあ、本人いろいろ考えてますけど